こんにちは、西宇治中学校吹奏楽部です。どうぞよろしくお願いします。私たちは現在3年生8名、2年生11名、そしてこの春13名の1年生を迎え、32名で活動しています。ようやく自由に演奏活動ができるようになってき、昨年に引き続き 今年も演奏させていただくことになりました。1年生は今日が初の本番です。2、3年生も緊張していますが、今日は顧問の先生たちにも演奏に参加していただき、皆さんにも少しでも楽しいお時間を過ごしていただければと思います。1曲目にお送りした曲は2016年全日本吹奏楽コンクールの課題曲マーチスカイブルードリームでした。題名にも示されているように、どこまでも限りなく広がる大空の彼方まで、ひと夏の夢を乗せたみんなのハーモニーを高らかに響き渡らせるという作曲者の熱く爽やかな思いが込められた一曲です。続きましては、親子で聴いて楽しめる定番のアニメソング、ちびまる子ちゃんより踊るポンポコリン、サザエさんよりサザエさん、ドラえもんより夢を叶えてドラえもん、忍たま乱太郎より勇気 100% をメドレーにしたファミリーアニメコレクションをお送りします。途中のフルートのソロにも注目していただきながら、みんなが笑顔になれる素敵な4曲をお聴きください。本日の指揮は本校吹奏楽部顧問の坂谷千佐です。
Thank you.
ありがとうございます。ではビデオシンちゃんの主題歌、世界の終わりの RPG をお送りします。空は大きく見渡り、海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。強い歌詞を思い浮かべ、どうぞ口ずさみながらお楽しみください。主題歌、菅田将暉の虹です。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く、心温まる歌詞が印象的な曲です。こちらもご存知の方も多いかと思います。どうぞ口ずさみながらお楽しみください。
30年以上も前に公開され、日本でも劇団四季によって舞台化され、そして来月実写化もされる映画リトルマーメイドよりアンダーザシーをお送りします。この曲は陸の世界に憧れるアリエルの気持ちをそらすために、海の世界の素晴らしさをカニのセバスチャンが歌い上げた曲です。ただアリエルはセバスチャンが 歌い終わるまでに去ってしまうので、セバスチャンの思いは伝わりきらず、1年生13人が自分たちでつけたオリジナルの振りを見ていただきながらお楽しみください。ありがとうございました。最後にお届けするのは銀河鉄道999です。この曲も皆さんよくご存知の曲だと思います。たくさんの方々にカバーされ、長年歌われ続けている曲です。最近では朝の情報番組でも使われているので、耳にされる機会が多いかと思います。ノリノリでぜひ一緒にお楽しみください。それではどうぞ。
ぜひ一緒にご唱和ください。本日はありがとうございました。